にちは。はい、どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。はい、やってまいりました。はい、先週サボりました。忙しかったのよ。まあちょっとあの、店が忙しいとかではなくて、あの、あれだよね、こう入れ替え。そうそうそう。物のね、巻物にね。そう、シーズンもね、じわじわね、そうだね、変わりつつあって。うん、お客さんも巻物やっぱりね探してる方も多くてね、うん、お客さんもそうだけどさ、うん、自分たちどういう格好をしたいみたいなのさ、もちろん、うんうん、あるじゃないですか。あるあるある。毎日それはね、うん、私服を着て出るわけだからさ、なんかイメージある？今年の秋。今年はね、この間さ、両店舗でさ、あの、アーミートレンチやったじゃん。あ、はい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 。あのイギリスにね、こたつで結構みんな着てるよって、うん、あれ俺一着買ったじゃん。あ、そうですね。今年ちょっとミリタリー着たいよね。あ、いいね、うん、しばらくミリタリーからちょっと離れてたんじゃないですか。ほとんど着てないと思う。そうだよね。ベイカーパンツ、ベイカーとか。そうだよね。あとギリアービン。あ、そうだ、民間だけど。あー、うん、そっかそっか、はいはいはい。ちょっと今年ミリタリー行きたいなと思って。あ、いいね。シドトレンチってやつ、ね、そうだね、いわゆるね。 あれ、このゲームかなんかある今年。やっぱね、テーラードジャケットのスタイルをちょっともうちょっといろいろできたらなみたいな。なんか前さ、動画でコメントしてくれた方がいて、なんかこうモッツをもっとカジュアルにした感じとかできないですかねみたいな。あー、なるほど。前にやって、なんかそこをうまいことやれたらなとはね。なんかテーラードジャケットにちょっとボロいデニムとか合わせて、足元革靴であったりとか、なんか店でも提案したいし ね、うん、やっぱりどうしてもね、モッツスタイルやりますってのはカッチリしちゃうしね、うん、そう、どうしてもね、シャツタイまでしたくないって人も、まあね、なんだっけ、あの労働者会系のモッツ何つのね、ローギア、え、知らないそれ。そうなの。なんかこう結構細分化されるみたいだ。そうなんだ、うん、要はあの、仕立てたものじゃなくて、労働者階級ちょっと下の階級だから、あの要は街で売ってるものを着て、モッツっぽい、モッツスタイルをするみたいな。なんかユースカルチャーっぽいね、なんかね、だったかな、確か。あ、そのぐらいが僕も好みだね。なんかそうだよね、クレーム、そうだよね。あんまね、質の高いおしゃれなのあんまダメなのよ、僕。わかる、わかるわかる。上質、上質みたいなわかる、ダメだから。じゃあちょっとなんか、ね、両店でそういう提案できたらいい。そうだね、ちょっとね、崩した提案ってことでね。ということで、今年は、あの、UK の秋物が届きました。はーい、祝。祝です。長かったね、今年もね。長かったね。待ったね。待ちました、本当にね。はい。イギリス便遅かったね。まあ、しょうがない部分もあるんだけどね。うん、そうね。うん、じゃあ今日は届いたイギリスものから紹介していきたいなと思います。はい。はい、では、今日は届いたイギリス便から。うん、まあ、リチウムらしいアイテムだね。これは、そうですね。じゃあ、出していただいて。いいっすか、はい。こちらです、うちで言う UK モヘア。いやー、この季節が来ましたね。来ましたね。はい、まだ暑いけど、そろそろ、ね。じゃあ、このふわふわのね、UK モヘア。すごいね。ね、すごいよね。うん、お化け毛足です、ね。そうそう。これまあ常連さんとかね、過去 のビデオ見てる人は分かるかもしれないんだけど、ちょっと改めて聞きたいんですよ。お、これについて。これをまあざっくり、そう、珍しいじゃん、そうだね、まずモヘア、アンゴラヤギの毛だよね。あ、ヤギさん、ヤギさん、はい、実はね、ウール羊さんだけど、そうね、でこのアンゴラヤギの毛をまあこう糸にね練り込まれて、こうやってふわふわってこうなったものをモヘア、こうしてね編んだ後にこう毛羽立たせるらしいけどね。あ、そういう製法なんだね。そう、でうちで言ってる UK モヘア、UK パンクモヘアなんていうモヘアは基本的にはイギリス諸国って言えばいいのかな、イングランド、はい、スコットランド、スコットランド、ウェールズ、はい、北アイルランドに、北らしいです、北アイルランドね、はい、のやっぱイギリス諸国の原産というか、そこ生産のモヘアニット、はいはい、で、あー、いいね、大体が80年代前後に集まってるもの。あ、やっぱそうなんだ。このモヘアニット、当時はかなり一般的だったようで。おお、はいはいはい。かなり本当に街のおっちゃんとか、おばちゃんも着てるし、ピストルズクラッシュのグルーピーの女の子なんかも普通に着てる。はい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 。で、これ系でやっぱり有名なのは、セディショナリーズとかビビアン・ウェストウッド。ああ、あの辺周辺ですか。そうだね。ピストルズのメンバーなんかが着てるイメージない？あ、あるある。写真結構残ってたりするんだよね、あれはね。ジョニー・ロットン。ポール・クック。はいはい。まあ、あと、シドの彼女のナンシー・ああ、着てましたね。着てたよね。それプラス単色の赤とかだと、クラッシュのポール・シムロンも着てる画像残ってたりとか。ちょっと意外。そう。で、この UK モヘア、US のモヘアと何が違うのって話になると。確かに。US のモヘアだとさ、やっぱカーディガンでさ、カートの印象とか強いでしょ。まさにそうですね。ああいうモヘアだと、どんなにモヘアの、そのアンゴラヤギの毛の混毛率が高くても 65% ぐらいなの。はいはいはい。で、大体が 20% から 30% で推移するんだけど、この UK モヘアに関しては、
モヘアの本毛率70超えます、うん、すごい多いわ。そうだからふわふわで軽い、かなり軽くない。確かに、ね、すごくエアリーな感じ。そうエアリーな感じ、エアリーな感じ。そう軽い軽い、うん、その分やっぱりこう毛羽立たせるとこの毛の毛足のすごい長い、うん、さあモヘアな雰囲気が、やっぱ特徴的なのは80前後、うん、80年代ぐらいが多いよ、うんうん、よく見るよって話をしたけど、うん、やっぱり当時のシルエット結構出るんだよね。ああやっぱそうなんだ、うん、ドロップショルダーだったり、はいはい、アームが太くて。そうですね、うん、このシルエットだね、うん、独特のもったりしたシルエットが現代にも結構ある。細いの求める方、やっぱこうロンジャンの下とか求める方も、うん、まあいるのよ、うん、でもそういう方に合う当時のものもたまにあって、あーアーム細いやつ、そうセリショナリーズとかビビアンみたいな、うん、高いいいブランドもあれば、うん、かなり一般的って話をしたじゃん、うん、だから露店とまでは言わないけど、うん、街のブティックで多分普通に売ってた。あーそんな気がしますね、うん、だから工場生産っていうよりは、うん、手織り機織り機だったりするから、はいはい、かなり物によって形が違 う、 あ そ、 うそこもやっぱ結構魅力的で、へえ、そうなんだ、ね、そうそう、 うちも入荷次第どんどんネットに上げるんだけど、うん、サイズバランス見ると面白いもの結構ある。ああ、うん、そう数字だけ見ると、うん、おおってじゃないよね、マジでみたいなのがあるから、ね、うん、そう着るとね全然ねいけるんだけど、うん、うん、今日はこの辺を入荷した順からね、うん、あそうですね、紹介していきたいなと思います。はい、はい、では、ここからは入荷のモヘア1着ずつ、うん、あそうですね、紹介していきたいなと思います。はい、まず先ほど出したこちら、はい、はい、こちらですね、うん、こちらスコットランドだね。おお、うん、またいいニットの国っていうかね。そうだね、うん、うん、それでいて、まあ、このサイズ表記のタグ、うん、見てもらうと分かる、ちょっとロンジャンとかに付き、うんうん、ああこの M ってね、そう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 、申し訳程度に作る感じでしょ、これね、うん、これはやっぱ80ぐらいかな。そうだね、うん、イメージあります。このチェック、うん、いいよね、ちょっとなんかグラデーションがかってチェックなのかな、うん、そうだね、うん、イギリスらしいちょっとパンキッシュな印象も受けるね。そうだね、うん、結構大ぶりですねこれ。そうだね、うん、色の合わせもねオンブレっぽくていいよね。ああ確かにオンブレ感ちょっとあるかも、うん、そう、うん、でこれいろんな体格の人に合うなって思う理由が一つあって、うん、これシームレスなの、はいはい、シームレス、わかりますか？普通服ってここに縫い目入るけど、ね、ないねこれね、縫い目が一切ない、肩の縫い目とか本当だ、うん、全くごわつかないだろうね。そうだ ね、 ね、これもやっぱ安定のモヘア70オーバー、うん、あーモヘア何パーだったこれ。これはタグを見ると結構びっくりなのがね、うん、75% も入ってんすよ ね、 いいね、多いね、多いね、75はやっぱこのふわふわ感ね。そうだね、うん、あのおすすめのパンキッシュなカラーリングの UK モヘア、間違いない一着です、ね、うん、おすすめでございます。はい、はい、では2着目、はい、はい、出しますね、はい、こちら、はい、こちらも UK モヘアですね。いい色すぎる、いい色だね。これもおそらく80年代ぐらいだと思うんだけど、まあこの年代らしくね、ニューウェーブっぽい色というか、わかる、この原色がバーンってくる感じでしょ。そうね、でさっきはシームレスだったけど、これは、はいはい、あのドロップショルダー、あ本当ですね、80年代らしいね、はい、うん、だいぶこの線から落ちますね、うん、着るとね、うん、でさっき旗織り機とかでさ、うん、手織りって言ったけどさ、うん、アーム一個一個結構太さも違うような話だけど、うん、これ、うん、この年代にしたらかなり細くない？めちゃ細いっすねこれはね。だからね、うん、ロンジャンとか、うん、あとはクローバーだとジャケットとか、そうだね、うん、ああいうのの下にもいけるモヘア、かさばらなくていいね、これ、うん、あとはやっぱこう一個一個違うってところで、うん、また面白いのがベリ特徴的なのよ。あこちら、うん、はい、これロールネック、でここボタン、あここ左肩ですね、うん、はい、ここをボタン開けるとちょっと外れる感じになって、これあえて外してきてもかっこいい ね、 いいね、女の子とか特にちょっと、うん、あのブラジャーの紐がね、俺同じこと思ったよマジかなんか毒されてんな、俺毒されてるね、毒されてるね、パンクな感じしちゃう、紐 ね、うん、ね、そうそうそう肩の紐、肩紐を出して ね、 ね、うん、タグはないんだけど、うん、あ確かに、まあ質感とか触った感じ、これもモヘア70オーバー系の、うん、間違いなくそう思います、ね、いいモヘアですの で、 です、ね、ぜひぜひおすすめでございます。はい、では入荷から3着目、はい、はい、こちらになります。単色赤、うん、意外とないやつですよね。そうだね、こういうのね、 80s ぐらいの、しかもこう、うん、ね、ちょっと指ぶっ刺すけど、ああこれかなり網が緩い。そうだね、うん、もうネットモヘア系、単色の赤といえば彼なんじゃないですか。あ、もしかして先ほど言ってた、そうですね、クラッシュの、はい、ポールシムノ、はい、ポールシムノ、あ、うん、彼好きな人ちょっとこれ響くんじゃないですか。これいいと思うよ、ね、それこそこういう緩い網がさ、こう、うん、ポールシムノの赤モヘアとかさ、まあ細いんだけど、うん、ポールシムノは、うん、で、すげえボロボロなの、あーかっこいいね、うん、こんなのもう網ぐしゃぐしゃにしてさあえて気使わないで着て、そう、ね、もう育てるみたいな、ね、うん、そうだね、うんうん、ただまあ現代にも落としやすくて、うん、あのポールシムロンが結構すげえ細いんだけど、うん、これあの 80s らしい太めのアームドロップショルダー、はいはいはい、1枚で決まるな。そうだね、細いパンツ太いパンツ何でも合わせやすく、はいはいはい、パンクな雰囲気も、うん、出せるモヘアだね。これ結構モヘアの毛がさ、ちょっと抜けてきた頃も調子いいんだろうなって気がして、カスカスになった時多分かっこいいよね。そうだね、うん、
これ今毛がねふわーって覆われてるけどさ、うん、これなんかよく見るとこの網が蜂の巣みたいになってんのね、うん、これ抜けたらさかっこいいね。ちょっと乳首出てきたぐらいが一番かっこいいんじゃないかと思っちゃった。これ地肌で。そう地肌で。地肌で。ポールシムロンだね。そうそう、すげえパンクだなと思いますね。警察にだけ止められないよね。確かに、まあ、止められても仕方ないかもしれないけど、ね、かっこいいっすわこれは。そうだね、これ男女ともにおすすめのモヘアでございます。はい、はい、では、紹介はこれがラスト。おー、4着目。はいはいはい、まあ毎度秒のドレスでございます。すごいね。これも 80s ぐらい。はい。これはアイルランドですね。アイルランド製。はいはいはい。黒モヘア。これね、うん、毎度さ、インスタグラムまあ掲載するわけじゃないですか。うん、で5分後ぐらいにダイレクトメールが来るんですよ。そうね。黒モヘアマジで。ね。これもオーバーめの黒。でかなり黒の比率が多いしね。確かに。そうですね。うん、フロントもまあ線でね柄が入るぐらいで、うん、あ腕かっこいいですねこれね。ね。うん、でこの。このさ、スリーストライプとかこの袖ラインとかさ、うん、ちょっとロンジャー思わせてる。ロンジャーっぽい、このサークルで入ってたりね。ね、うん、いいロンジャーに入るやつ ね。で、これが78パンモヘア。あ、今日紹介した中では一番多い説が。多いね。はい、まあ、その希望だった感じも近くでこう。いや、そうですね。すごいです。お化け毛足系ですよね。そうだね、お化け毛足、もっさもさだね。はいはいはい、体重みたいなね。ねえ、うん。これ背面は？背面がね、すごいプレーンな黒。これもまたいいね。こういうね、お化け屋敷系も本当に出ないし、かなり黒ベースに近い。あとこれ、うん、ちょっと気も利いてた。80sらしいなとか思ったんだけど、うん、中がね、ナイロンの裏地貼ってあるんだよ。あ、珍しいっすよね、うん、これね。そうね、だから結構チクチク苦手な方も。あ、そうですね、うん、はい。行きやすいモヘアかな。人気のブラックの UK モヘアも入荷してますので、うん、気になる方ぜひ。ぜひ。はい、ここまで、はい、UK モヘア、うん、4着ね。そうですね、うん、まあ、入荷の中から、うん、まあ、ちなみにまだちょっとメンテ上がってないのあるんだけど、あ、隠し玉っすね。ただまあまあ安定のこの感じ、うん、あですね。もうちょっと入荷しますので、うん、もうぜひそういう方々、うん、気になる人たちはインスタを見ていただけると助かります。はい、一応じゃあパンツも入荷してるんで。ああ、そうなんですよ、うん、ちょうどなんかねこれに合いそうな感じのね、こちら2本ですね。はい、ジャンソー60年代ぐらいまでのヴィンテージの厚手のいいスラックスです、うん、手に持った瞬間にね、うん、ちょっと古いぞって感じがした。そうだね。ディティールも古くて柄もいいね。いいねこれね。こっちが、はいはい、ブラックのかすりっぽいストライク。いい、うん、これドヴィンテージっぽい雰囲気がすごい。そうだね、うん、まあ大人パンクスタイルにジョニー・ロットン、ジョン・ライドによろしくな感じで、うん、そうだね、こっちがちょっとね、うん、グリーミーがかるというか本当だ、うん、実物見るとこれはわかるかなって感じの色だね、うん、ストライプ、うん、これまたいろんな色が入ってますね。そうだね、生地ですわ、うん、ここまで紹介してきたペグトップがどうしてもちょっと春夏っぽいし、うん、ね、生地感というかそうだったね、薄手なのでちょっとずつこう秋冬にね、これにジョージ・コックスとかかっこいいんだろうなみたいな妄想がね出てきちゃうね。もうバッチバチ合わせてほしいね。そうですね、うん、はい、でおすすめでございますので、はい、ぜひ、はい、一応ね、クローバーからも、あ、そうなんですよ、1本そうお部屋に合うパンツを持ってきてもらいました、うん、はい、こちらですね、はい、はい、90年代アメリカ製リーバイスブラックの501、はい、安定感あるね。これはね、うん、僕のイメージやっぱトレインスポッティングだよね。あ、レントンの、そう、レントンが着てるモヘア、うん、かかと黒っぽかったかな。そうだね、うん、4人で写ってる画像みたいなのが出るよね。そうなんですよ、うん、でもあれなんか本編には多分収録されてないシーンで、あれってどうなのかね、未公開とかなのかな、未公開なのかな、カットされてんのか、ね、なんか完全版とかそっち系あればあるのかな。そう、うん、一応写真撮影で知ってる人いたら、うん、うん、教えてくださいという感じなんですけど ね、でもあのモヘア姿かっこいいよね、うん、そうそう、あの感じで、で足元ちょっとリチウムにね、うん、はい、合いそうな、はい、まあレントンといえばね、きなりのオールスター、うん、ハイカットであればなおよしって感じですけど、そうだね、ローカットしかないからでもね、うん、本当にやれた感じで、うん、十分モヘア倒したら、ね、めっちゃレントン感あるかな、ね、オールスターにちょっと抜けたブラックの、うん、そう、この感じでね、モヘアね、モヘアめっちゃかっこいいんじゃないかなって、めちゃくちゃいいね、うん、思いますね。なんかその映画つながりだとさ、うん、あれだよな、このアウェイデイズ、あ、はいはいはい、カジュアルス、うん、ヘントバルカジュアルス、うん、あれでもなんかね、UK モヘア着てるの、あれにも出るんだ、そうそうそう、へぇ、系のそういう年代の、ね、作中で出るぐらいだから、やっぱかなり一般的な感じだったと思うね。カルチャー映画に、うん、結構出るってことはやっぱそういうアイテムっていう認識で今もあるのかな、うん、もしかしてそうなのかね、まあ、当時の雰囲気を出そうとやっぱ作ってるわけだからね。そうだよね、非常に分かりやすいアイテムの一つだよ ね、 やっぱりね、さっきのそのレントンのやつもそうだし、うん、そのアウェイレイズもそうだけどさ、うん、やっぱ労働者階級寄りな感じだ、あ、確かにそうですね、うん、の人が着てるわけだからかなり一般的だった
ったんだろうな。確かに確かにそうだね、うん、もう高くて買えませんってわけではなかったような気はするね、うん、そうね、うん、まあそのねセリショナリーズとかは分かんないけど、うん、そのリチウムで扱うようなこう有形モヘア、この年代のさこの玉数でこんだけのモヘアの混合率にしてはまだ買いやすくない、うん、あ、うん、思いますね、うん、これはまだなんかやっぱアメリカ古着のさモヘアがぶち抜けてる部分があるのかもしれないけど、うんうん、UK モヘアってすごく今ノリノリなんじゃないかな、うん、そうだね、買いやすいしかっこいいし、ね、買いやすいって言ってもあれなんだけどそれなりモヘアなりなんだけど、うん、まあそう相対的に見たら、ね、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、ぜひあの今後もいろいろモヘア出してきますので気になる方あの試してみてください。いや、まあ、UK モヘアを扱って3年目、あ、なんだかんだなんだかんだ3年目、あ、もうそんな経つんだね、うん、でもでもまだ分かんないこととかさ、もう結構多いジャンルじゃない、多いね、こればっかりはなんか本とかにもマジで乗らないし、うん、そうだね、なんか知ってる人もさ、UK 服マニアの人みたいなイメージそうね、うん、そうだよね、だからあの、知ってる方いたらね、どんどんコメント欲しいし教えてほしいね、教えてほしいですね、うん、今までさ、うん、結構まあ点数的にはね、うん、扱ってきたけど、うん、これをちょっと勘違いしてほしくない部分あるじゃない、あー、そう、うん、そう、これはね結構希少なアイテムって思っていただいていいと思うんだよね、こういうモヘアさ、うん、俺もうあれば全部買うぐらいの、そう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 、うん、あの相当なお金を注いでやっとまあこんだけ用意できてるから、うん、まあ、まあ今年もね、うん、いい感じに集まってはいるけど、うん、結構来年は保証できるか正直わからないってアイテムで、一点物の柄がすごい多い、そうだね、うん、だからもうこれだと思ったから、うん、あったらねぜひねもうポチってほしい、ポチるね、ポチるかカードでシューッと、ね、やってほしいですね、はい、じゃあ今日はこんな感じで締めますか、あ、ですね、うん、皆さんぜひ UK モヘアよろしくお願いします、うん、お願いします、じゃあ今日のじゃんけんは、いや僕ですかね、うん、今日はね、はい、じゃあ勝ちに行って、はい、うん、僕に負けた人は UK モヘア、まず取り置きからっていうスタートで、取り置きから、そうですね、取り置きか、問い合わせです、問い合わせね、まあ僕今日チョキ出しますからね、はい、チョキ出すから、はい、チョキ出すのね、チョキ出します、はい、じゃあワクワクじゃんけん、じゃんけんぽい、おお、チョキ裏の裏なるほどっていう、ではまた、また